おはようございます。堀です。今から、小賀島の方へ登っていきたいと思います。この道は昨日ね、夜中歩いたんで、まあ、コースは分かってるんですけどもね、この木道敷かれてるんですけども、ところどころ穴が開いてたりして、昨日よく落ちなかったなと思いました。今回はちょっとね、スニーカーで歩くことになっちゃったんですけど、今歩き始めてすぐにいつも履いてるローカットのスニーカーの下登山靴は底が剥がれてしまいました。で、急遽スニーカーにしました。牛伏山山頂到着しました。まあ10分ぐらいで、駐車場から上がれるところですね。昨日ここで夜、撮影した、あの星空撮影したんですけどもね、また今日も少し雲がまた少しで、出てきてるんですけど、まあこんな感じで今日は一日、ね、こんな天気で歩くようになるんじゃないですかね。あ、でもいい天気です。牛伏山の牛の王子、見かけにして綺麗ですよね。ここの駐車場も、はい、小さい駐車場でだいぶ止まってますね。今転びました。あ、でも、ちょっと中入る。レンズ割れて指ちょっと負傷しました。今塩くればっていう分岐に着きました。ここで
分岐になってるんですけども、まずは小賀島の方へ先、登って、来ようと思います。で帰りは、こっちのコースから戻ってこようかなと思います。まずはね、こっちはアルプス展望コースなんですね。まあ、帰りそちら回ってこようと思います。まずはこっちからあのアンテナの立つ小賀島の方へ向かってから行きたいと思います。ホテルです。ここは常営業してるから冬でも来られるようです。でバスも上田の方から上がってくるようです。冬でもホテルです。ランチもやってるそうですね。あ、お手軽価格です。もうやってそうです。二等三角点ですね。ちょっと撮影してたかな。でこの後ですね、大ヶ原っていう向こうのアンテナのある方でちょっと行ってみようかなと思います。ここから30分ちょっとぐらいで行けるような感じなんで行ってみたいと思います。はい、大ヶ原はこのアンテナが立っているところではなくて、この先に大ヶ原、あと 200m 先にあるみたいです。あ、ここに大ヶ原標識ありました。出発しました。これで、もう戻るって感じです ね。大ヶ原、大ヶ島よりこちらの方が、ね、人気スポットみたいです。
尾形を下の分岐まで来ましたね。ここからね、アルプス展望コースの方へ入っていきたいと思います。いつの間にか、登山道からまた、砂利道に、変わってました。はい、今回歩いた唯一のトイレですね。これ公衆トイレです。分岐に戻ってきました。朝こっち行って、帰りはこっちから戻ってきましたね。アルプス展望コース、やっぱりいい展望でしたね。それでそこに、美しい湯島までとりあえず行って、ベンチがあるんでそこで、休憩しようかなと思います。またのどかな牛さんコースに戻ってきました。今度は近くにいますね。これなんだこれ、石を舐めてるのかな。なんかこすってる。これこの美しが原っていうのは、美しの塔っていうのはかなりのシンボリックな存在なんですね。あれがあることによって高原全体がなんかすごい締まるっていうか、メリハリがつくっていうか、なんていうんですかね、撮影にもいいアクセントがなっていいですね。あのアンテナ群もなかなかね、いい感じです。ふるさと館の駐車場まで戻ってきましたね。ここからまた牛伏山を越えて、向こうの裏の道の駅の方へ行きたいと思います。はい、まあ、牛伏山出たところです。あとは駐車場の方へ、この木道を通って降りるだけなので、今回のハイキングは美しが原ですね。尾形を登って尾ヶ原まで、回って歩いてきました。このコースはやっぱり一応、ね、100メートルってなってますけどね、簡単に、登れ、駐車場も近くまであってね、今度、砂利道のホテルのバスが通るようなしっかりした道で、少し、尾ヶ原の方へ行くコースがちょっとね、山本山道って形になってましたけどね、比較的、ゆっくりのんびり 歩けるコースでした。で、で今回、私が求めたところですね、美術館のある、道の駅ですね。ここには24時間使えるトイレがあって、よかったんですけども、他の、駐車場ですね、まあ、トイレがないので、ここからコース上にもトイレ1箇所しか、コーストイレなかったので、
その辺はちょっとね注意していかないといけないと思うんですけれども、本当にのんびり、歩けるコースで、天気も良かったので、のんびり進んで楽しんできました。最後までご視聴ありがとうございました。また今日の動画でお会いしましょう。